What do you think of voice chat?、I've noticed that、Western fighting games、often add it, while Japanese fighting games don't、usually have voice chat. Japanese fighting game don't have、voice chat. Yeah. そうだな、確かに。日本の格闘ゲーム、ボイスチャット入ってないのよ。だけど、西洋とか海外の格闘ゲームはボイスチャットがあることが多いのかな？最近結構多い。ボイスチャットはどうなんだろうな。ちなみに、まあ、日本語になっちゃうんですけど、日本語ですいません。Sorry, Japanese only. ボイスチャットで見ず知らずの人と格闘ゲームってできます？俺結構きついわ。プレマならまだしも、ランクマとかで、ボイチャで、ありで対戦するの、かなり無理だな。できる気がしないね。なんだろう。プレマで友達とかやるとき、これは絶対ボイチャありがいい。I think that、playing with friend, my friend,、with voice chat is very nice, I think. But ranked match? Impossible. ランクマボイスチャットはね、絶対できない。ランクマボイスチャットは絶対できない。これ英語通じてんのかな？通じてなさそう。昔、この話前もしたことあると思うんだけど、ストリートファイタークロス鉄拳をやってるときに、相手の声だけ、俺の、なんだろうな、スピーカーになってたんですよ。相手は気づいてなくて、ボイチャありになっていて、で、こっちにだけ向こうの声が聞こえてくるんだよね。これね、かなり気まずかった、マジで。こいつパーシばっかりがよーって声がね、ずっと聞こえてくるんですよ。きつい。苦しい、マジで。まあ、実際パラしてるのは俺なんで、なんとも言えないんだけど、これ聞こえながら対戦するのね、まあまあ圧ありますね。まあまあ圧あった。私はケンとルーファスっていう、ちょっとね、強そうなパーティー使ってやってたんですけど、まあ、リバーサ昇竜しかしないんですけど、まあ、それで相手が切れてるのが伝わってきた時の気まずさは、まあありましたね。まあまあきつい。あともう一個やばかったのが、まあ、これもストクロなんだけど、ストクロの思い出ばっかだな。ストクロってなんと2対2で遊べるんですよ。知ってます？自分と友達でパーティー組んで、俺剣使うからお前ルーファスなみたいな遊び方ができるのよ、熱帯で。あれすごくて面白かったんだけど、そのなんつーの、相手は2人でやってんすよ。で、俺1人でやってんのね。で、相手の2人のボイチャが聞こえてきたことがあって、これかなり気まずかった、マジで。すげえ気まずかった。あ、交代しろ交代しろみたいなのが聞こえてきたり、相手なんとかとかしかしてこねえからさ、やれみたいなのが全部聞こえてくるんですよ。気まずい。あれはね、相当気まずかった。やばかった、マジで。ので、ボイチャは良くないんじゃないかなと思ったりはします。I think、Japanese people is shy. もうそれで一言で終わりですよ。
You can ask your opponent about how the move works or ask for mercy or start in なんとか him。 何これどういう意味。あーなるほど。あー You can anything You can ask、about、対策って英語でなんて言うんだろう、わかんねえな。まあ、how to win。確かに。確かにな。選択肢がある。確かにな。ボイスチャットオンオアオフで選べたらいいんだな、確かに。で、選択肢があって、で、それを使って、自由に遊んだ方がいいんじゃないのって言われると、確かにそうかも。対策は、カウンター、これなんて読む、なんて読むの？カウンターメジャー？カウンターメジャー？これが対策なんだ。本当だ。え、このメジャーって、いわゆるメジャーか。ありがとうございます。これがカウンターメジャーで対策か。カウンターのメジャーね。確かに。大リーグ。いや、ちょっとね、メジャーの話はやめよう。